平野紫耀個人会社を設立。名古屋、家族、エージェント契約の新たなステージ。2023年5月22日、平野市用氏26は、ジャニーズ事務所を退所し、同じく7月7日に滝沢秀明氏、41が、設立したエンターテインメント会社、とべ、への合流が発表されました。 しかし、この合流については一部で疑念も呈されていました。今回の記事では、平野志洋氏が7月7日に個人事務所 S を立ち上げたことが明らかになり、その詳細に迫ります。個人事務所 S の設立。平野志洋氏が代表取締役を務める S の同規簿には、アーティスト、音楽家を飛びタレントの要請。 マネージメント及びプロモーションといったタレント活動に関連する事項が記載されています。これにより S は平野氏が芸能活動を行う上での個人事務所と考えられます。これまで飛べとの合流として報じられていたが、実際にはエージェント契約であったことが判明しました。同じく7月7日。 トベガワも関連会社、株式会社トベリブジャパンを立ち上げており、こちらはライブコンサート、演劇その他のイベント企画、制作、運営、実施、管理及びコンサルティングや、コンサート、イベント、映画、演劇などのチケット、入場券などの販売といったエンターテインメント関連業務を担当しています。 この両者の動きから、平野市と戸部は今後、アーティストとしての活動に備えて万全の準備を整えていると言えます。拠点は名古屋か。平野市用紙の個人事務所、S の本店住所が愛知県名古屋市であることが注目されています。この地は平野市の故郷であり、以前から親しい家族とのつながりが強い場所です。 さらに、名古屋は交通の便が良く、新幹線で東京へアクセスできるほか、中部国際空港も存在し、海外進出の拠点として適しています。平野氏は以前から海外進出を目指しており、名古屋がその拠点に選ばれたことは戦略的と言えるでしょう。 さらに、女性セブンの情報によれば、平野氏の実家には平野の個人事務所 S の他に平野と共に金プリを大女子と部に合流した神宮寺雄太氏25の会社や弟の陸士のアパレル会社も存在しています。これは家族との絆が非常に強いことを示すものであり、平野氏は家族を大切にしながら、 トベとの協力を通じて世界進出を目指すでしょう。家族との絆。平野志耀氏の家族との絆は彼の人生において非常に重要な要素です。彼の家族は彼のデビュー前から支え続け、特に母親は彼の芸能活動を全力でサポートしてきました。例えば、平野氏がダンス生命を危ぶまれるほどの怪我を負った際、 家計が苦しい中でも手術費用を年出し、アレルギー体質に合わせた食事を提供したといいます。彼の家族への感謝の気持ちは公に知られており、彼の行動にも表れています。また、平野氏の祖母も彼の上京時から東京で彼と共に過ごしました。当初は家族全員で上京する予定でしたが、親の事情により祖母だけが東京に来ることとなりました。 これは、平野氏がデビュー時に一人立ちをした背景に関連しているかもしれません。平野氏の母親が脳腫瘍を患ったことも家族にとって大きな試練であり、彼は手術に立ち会おうとしたが、母親の説得により東京に送り出された経緯があります。 このような背景から、平野潮氏は家族への深い愛情を持ち、名古屋を拠点にしつつ飛べと協力し、世界進出を目指すでしょう。結論。七夕の日に個人事務所 S を立ち上げた平野潮氏。彼の新たなステージは、名古屋から世界へと羽ばたく日が近いことを示唆しています。家族との絆が彼の人生において重要な役割を果たし、 今後もその絆を大切にしながらエンターテインメント業界での成功を目指すことでしょう。彼のキャリアに今後ますます注目が集まることは間違いありません。区が集まっ